はい、本日はねこちらシュプリームとノーセンスのコラボをねご紹介していきたいなというふうに思います。ということでですね、僕ね買うつもり全くなかったんですよ。やけどねネット見たらね余ってたんですよね。次の日にパッと見た時に、あ、なんやろ、売れ残ってるやないかいということで、こんなもん買って紹介しようかということでね、シュプリーム公式の方で購入させていただきました。こちらまずダウンジャケットが99,000円で、フリースの方がね39,600円、約40,000円ぐらいということで、無事両方とも定価で買わせていただきました。ありがとうございます。ということでね買わせていただいたんですけども、残ってたんがね、こちらダウンジャケットは S サイズしかなかったんですよ。だからまあ S でエヴァードンで、まあ着れんくてもね、まあ紹介にはなるのでまあいいかなということと、こちらフリースの方はねサイズが M サイズになっております。まずフリースから着ていきましょうか。ちょっとね変わった形になってて、ジップがこう斜めみたいな感じになってるんですけどね、ちょっと一回着てみましょう。また見てください、この独特な形これ斜めになってるんですけどね、なんかこう斜めになってるのかなと思います。脇んとこから中央に行く感じでマスクなるんかな。あ、こんな感じですね、マスクなるんか。まあおそらくね、僕がこれをプライベートで着ることはまあないでしょう。っていうのもこの首のところをどう処理していいかがわからない、全然わからない、どれが正しい形かも全く分かってないけども、一応フードになってるので被ることはできるんやけども、まあ被るかって言ったら被らへんし、このポケットはどうなってるんやろ。あ、これあれですね、完全につながってるタイプのポケットなんですね。だからあんまり物入れるよというよりか、まあデザインが重視かなと思うんですけども、そういったポケットが一箇所あって、このスティープテックって書いてあるけど、このスティープテックのねフリースって一昨年ぐらいかな出たんですよ。でそれがねこれスティープテックって、ここにも書いてあるんやけど、胸のところにねスティープテックって書いてあって、スノーボードとかスキーとかそっち系のねあのラインやったんですよ。でそれ昔あったんやけども、それがもう廃盤になって復刻で一回出ました。で一回出て一回出たんやなと思ってたら、気づいたらなくなったんやけども、それがね今回シュプリームとのコラボで出てきたようです。だからロゴにはこのシュプリームノーセンス書いてあるんやけども、はっきり言うと生地に関してはねもうフェルトですわ。フェルト状態、あのパッて見てください、なんか裁縫とかでフェルト使う時でこの生地みたいなの使いますね。でまあこれも似てるけどもね、同じような感じ。フリースっていうとこういう毛足の長いタイプとかもあるんですけども、いろんなフリースの形があって、こういうねモコモコした感じもあったりするんですけど、まあ今回に関してはこれはまあ一番分かりやすいのはフェルトですね。フェルトタイプの生地が使われてる、まあフェルトタイプというか知らんけども、ちなみに原価的に考えると非常に安いですね。あのこの生地に関してはね、生地に関しては非常に安いっていうのがこのフェルトタイプになってるんですけど、まあそれが採用されているということで、まあこれまあ毎回シュプリームの時言うんやけど、原価はめちゃくちゃ安いです。普段のノーセンスよりもうぐんと安いんやけども、まあそうじゃなくてね、希少価値とか、あとはまあ見た目がかっこよくてあの購入しはる方っていうのが非常に多いと思いますので、それは保温性で考えたらね、あの毛足がやっぱ長い方が保温性はあるんですよ。だからあったかいフリースジャケット欲しいなとかと思う方はですね、こういう毛足の長いタイプとかっていうのがね非常にいいかなと思います。あのまあちなみにね、僕もこのポーラテックの生地を採用した毛足の長いフリースをね、今年作っておりますので、皆さん楽しみにしておいてくださいということで、こちら一回ちょっと宣伝も入れさせていただいたんですけども、まあ、そういった感じのフリースになっておりますね。これ M サイズですね。後ろはこんな感じ、多分ロゴが入ってたような気はするんですけどもね、そんな感じのフリースです。で次がですね、これダウンジャケット。このダウンジャケットはね最初も言ったんですけど S なんですけど、結構大きめなんですよ。だから僕178なんですけどもね、サイズ的にはそんなにめっちゃちっちゃいなっていう感じはない。まあもちろん M の方がサイズ的にはええんやろうけども、これ見てください、めっちゃちっちゃいって感じします。むしろこれでもちょっと僕大きいかなと思うぐらいなんですけどもね、こういったサイズ感になっております。ちなみにここに書いてる700っていうのは、まあ、いつも通りあのノースフェイスの海外シュプリームのやつがいつも使うこの700の同じ綿がね使われております。だから別にこのために開発したとかじゃなくて、まあ、いつも通りの綿がね、中綿が使われてるというこの700フィルパーのダウンですね。で同じくね、ナンガとかもこれは720とか760ぐらいのフィルパーを使ってたりするので、このシュプリームよりいい綿やし、この別注モデルに関しては910フィルパーぐらいあるんでね、ものすごい高い数値のフィルパー、中の綿が良かったりとか、あと確かモンクレールもね800フィルパーかなんかなんで、まあ綿的にはね700やったら、まあ最近結構あったりするんで、もちろんいい綿なんやけども、それはもっと上には上がある。で上には上があるので、数値が高くなればなるほど、いつも言ってるけども軽くて暖かい、これとかやったらやっぱ700なんで、ここまで綿入れるとちょっとだけ重たさがあるんですよね。まあただいつも使ってる綿やから、まあそれを使い回せるというかね、また使えるので、そういった部分ではコスパ的にはこっちの方がいいとは思うんですけど、そういったダウンですですね。そして生地に関してはですね、このリップストップナイロンに対してモンクレールと全く同じように加工がされてるんですね。上からこのテカテカ加工がされておりますので、まあテカテカ加工の理由としては、こう撥水性を高めたりとかね、あとコーティングすることで汚れを拭きにくくしたりとかもあるんですけど、まあ元の綿に関してはこういったリップストップナイロンで十字があるので、こういったナイロンの上にコーティングがされてるというようなジャケットですね。で保温力はじゃあどうなんですかと、生地の話は分かってんけども、その保温力どうですかっていうとですね、これちょっとね
デッドエアあるんですよ。だから暖かさちょっと低いんかなと思ってね。デッドエアって何かというとね、この隙間があるんですよね。ここの隙間があって、僕これ S で着てるんですよ。一番ちっちゃいサイズで着てるんだけども、結構身幅に余裕があるので、どうしてもこの隙間があるってことは保温力下がるんですよ。だからダウンジャケットってジャストサイズであればジャストサイズの方が良くて、こういったタトラスとかもね、めちゃくちゃすっきりしたシルエットやし、水沢ダウンとかもね、すっきりしたシルエットなんやけども、ここまでちょっと大きいと、どっちかというと保温力っていうよりかはデザイン性の方がね、重視されてるようなダウンジャケットになるんじゃないかなとは思うんですけども、そういったダウンジャケットですね。まあこんな感じで今年のスプリームノースエースのコラボのダウンジャケットということになっておりました。まあなのでいつもと違う点というと、中の綿とかは完全に一緒なんやけども、まあ、コーティングにやっぱ費用かかってるやろうし、それ以外にもいつもよりもね、縫製のねパターンが多いですね。ここにまずポケットが、上のところにポケットがあるし、さらにここの脇のところにもポケットあるし、さらにここ開けたところにもこういうポケットあるし、でそれでもって内側にもまたポケットがあるしということで、結構縫製がね多かったりするんで、まあそういうところでいつもよりはね高くなってるのかなと思うんですけど、はっきり言ってこれ海外で縫製するんやったら、1着あたり3000はいかへんと思います。縫製代に関してはね、縫製代だけで見たらかからへんと思うけども、まあ他ではねあんまりないようなデザインになってるんかなと思うのでね、まあそういうところではあちょっと人とちゃうやんけど、あれ今年のノースエースかけるスプリームのやつやんって思っていただける方もいらっしゃると思いますので、まあそれはね人の考え方と。でフードも一回外しましょう。フードはですね、ボタンですね、スナップボタンで外せれるタイプになっておりまして、フードはいつも通りマネキンとかにこうやってかけておくと。だからこのダウンジャケットはね、暖かいダウンジャケットっていうよりかは、暖かいダウンジャケットは他で用意しておいて、でちょっとファッションで遊びたい時に使うダウンジャケットっていうところがね、一番使いやすいんじゃないかなと思います。暖かいのはそれは他にもいっぱい暖かいダウンジャケットあるんやけど、まあそうじゃなくて、こうファッション性とかでちょっと人と違う感じになったなとかね、あの今年の限定のね、シュプノースのコラボのやつだよなっていうところでね、楽しむっていうところはいいかなと思います。だからサイズはもしかしたらダウンだけワンサイズ下に下げてもねいいかもしれないんですけども、まあプレネもねそんな高い値段今なってません。だから3色あって、ブラックとこのブラウンと、あともう1個がねなんか柄みたいなやつがあるんですけど、それどれもねそんなベラボーに高い倍とかにはなってないんで、ほんまに1万円ぐらい高くなってるかなぐらいなんで、まあもし興味ある方は、まあ保温力のダウンジャケットっていうよりかはちょっとファッション性の高いねダウンジャケット欲しいなっていう方はねいいかなということでご紹介させていただきました。まあ洋服のね原価に関してはね、だいたいどこの洋服も 10% から 15% っていうのが非常に多いんですよ。だからまあ3万円で売ってるのは、まあ3000円ぐらいが原価ですよね。縫製とか全部入れてね、3000円ぐらいが原価ですよねっていうことが多いので、例えばこの YKK のこのジップ1個でもね、500円はしないんですよ。だからこれが1箇所2箇所3箇所4箇所ってあるけど、まあだいたい300円やとして1234資産1200円、ジップで1200で、フリースの生地でまあ1000円ぐらいかなっていうことで、あとまあ別生地とかもありますしね、金具っていうかこういうドローコートとかもあったりするんで、まあそんな含めたりすると、まあちょうどこれが 39,600円なんで、ちょうど3900円ぐらいで収まるんちゃうかなと思うんですけどもね。シュプリームのかっこよさとか着こなしに関してはもう他のチャンネルで皆さんやってはると思うので、まあ、僕はねちょっとそういう違った目線で機能面とか、あこういう価格で言うとどうなんか、コスパがいいんか、温かさはどうなんかっていうところね、今回もお話しさせていただいたということで、本日はですねノースエース×シュプリームの2022年のコラボを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。